はい、皆さんこんにちは。バイトサイズジャパニーズのレイラです。元気ですか？はい、前回のエピソードでインスタグラムで、もらった質問ね、 Q&A のをしました。はい、をしましたね。はい、ですごくね、後半、最後の10分5分くらいはめっちゃ話しちゃって、建築についてね、建築、アーキテクチャ、日本の建築、私は大学で建築を勉強したの で今もまだしてますね。もう言いたいことがいっぱい出てきてしまって、でもね、結構いいことを話したんじゃないかなって思ってるので、興味がある人はまたね、それも聞いてみてくださいね。で、今回も、インスタグラムでもらったコメントをね、読んでいきます。じゃあまず最初どの質問にしようかな。結構たくさんもらっていて、YouTube でわかるかな、スクロールしてるので結構いっぱい、100以上はあるな。10分くらいの間にいくつ読めるかわからないけど、コメント読んでいきます。じゃあまず一つ目ね、 Favorite food、 なんだろう、好きな食べ物。私クッキーが大好き。ケーキ屋さんとかの美味しいクッキー、あれはね、やっぱり一番美味しいんじゃないかな。砂糖と油だからあんまり食べないようにするけど、一番好きな食べ物は多分クッキーですね。How old are you? 何歳に見えますか？いつも年を聞かれると何歳に見えるって答えます。24ですね。来年25になります。次の質問、 Favorite アニメ。アニメの質問も多いね。最近アニメは見ないんだけど、ジブリやディズニーは、ピクサーは全部見てるよね。日本のアニメはほんと最近見ないけど、昔は犬夜叉、ブラックジャック、夏目友人帳、うるせえやつらとか見てた。他にも覚えてないけど見ていたアニメはあると思う。でもこのアニメは全部好きです。はい、次の質問ね。 Are Japanese people hate Muslims? なんかすごいセンシティブなコメントですね。別そんなことないよね。ね、そんなことないよ。なんか日本にはやっぱり外国人が少ないので、例えば、今忘れた、女の人がよくかぶる、顔を隠す、髪を隠す布とかね、してる人結構よく見ますよ。でもやっぱり珍しいので、あまり見たことがない日本人は興味とか気になって外国の人のことをちょっと長く見てしまうこともあるよね。でもそれはレイシストじゃないよね。難しい問題です。次、旅行するならどこの国に行きたいですか？なんか最近は、アジアの国にもっと行ってみたいし、インドとかもね、行ってみたいよね。近いなら韓国、中国だけど、ベトナム、タイ、マレーシア、インド、なんかそういう日本と全然違う文化の国に行ってみたいです。次の質問、 Favorite quality in a man。 男の人で好きなところ、なんだろうね。私が今の彼氏を好きな理由は、たくさんあるよ。やっぱり見た目もかっこいいって思うし、でもなんか一番好きなのはやっぱり素直で正直で嘘つかないよね。本当にいつも私に嘘絶対つかないし、何でも話せるし、あとはジャックは絶対に私のことを傷つけないっていう自信がある。
私がそれに自信を持ってる、うん、それくらい大切にしてもらってる。どんなことがあっても絶対にこの人は私を捨てないなって思います。なんかそれは大切かも。であとはね、体が大きいので本当にクマとかお父さんみたいだよね。それも私は好きですね。一つ以上言っちゃったけどいいかな。はい、次の質問、 Where do you live? 今住んでるのはね、岡山県の田舎、まあ、浅口市という場所、めっちゃ田舎です。でも出身は京都ね。次の質問、 When is your birthday? 1月23日123です。次の質問、どうして日本語はめっちゃ難しいですか? Love your videos by the way。 これはね、皆さんが上手に答えられるんじゃないかな、ね、なんで難しいのかな、まあ、どんな言語も難しいと思うけどね。英語だってさ、ラテンとかフランス語とかドイツ語とかもういろんな言語が入ってできてるし、なんでかね。はい、次の質問、Tell about your favorite Japanese 新聞。新聞新聞読まないんだけど、私のお父さんはいつも朝日新聞を読んでます。新聞とかね、まあ大切だよね。やっぱり新聞によってその意見が全然違うよね。朝日新聞と、まあ、他にも毎日新聞、読売新聞、有名な新聞があるけど、新聞が大切にしている考え方って、どの考え方がじゃあ自分は、まあ、より良いと正しいと思うのか、ちゃんと考えないとダメだよね。私はね、すぐ何でも信じるので、自分に入ってくる情報、インフォメーションをね、自分で選ぶことは大切だなってすごく思います。次の質問、 Is it hard to become a university student as a foreigner in Japan? 私の大学にはまあ普通の日本人の、まあ、普通の大学には中国の留学生がたくさんいました。で、まあ、私は女子大学だったんだけど、その留学生たちはもうめちゃめちゃ賢いよ、本当に。みんなね、日本人みたいに、いや自分は全然って言うんだけど、だって私とほとんど同い年だから、まあ、25歳とか26歳で自分の言語と日本語と英語はもうほとんど全部ペラペラで、しかも難しい建築、ね、建物の授業を日本語でしてる。めっちゃ賢いと思う。うん、めちゃめちゃ賢い。でも、まあ、留学、まあ、お金目的じゃないけど留学生をたくさん集めている大学もあります、まあ、そういう大学なら多分あまり勉強が、私の大学の、留学生みたいに賢くなくても日本語ができなくても入学できる大学はありますね。本当に大学による。次の質問、 Is it difficult to live with a foreigner in Japan? 私はそう難しいって思ったことはないけど、まあ外国の人が日本で住むのは大変だよね。やっぱり、まあ、日本語ができないとそれが大変。日本語の、まあ、バリア、壁ですね。例えば、ね、銀行とかクレジットカードを作るとか、そういう手続き、そういうことがすごく難しいと思う。自分でやらないといけないよね。次の質問、Is it difficult to make Japanese friends? なんかこれはね、よく聞くね。日本人と友達になるのが難しい。最初初めてね、日本人と会った時は、友達になりたい、 LINE 教えてみたいな
すごいベストフレンドみたいなリアクションをくれるけど、でまた遊ぼうって言ってくれるけど、でも連絡が来ないとか、ね、LINE をブロックされるとか、そういうことはよく聞きますね。なんでかな？わかんない。世界中でこれはよくあることかな？日本人だけなのかな？ちょっとわかんない。 Love your way of teaching。 おー、優しいコメントもあります。 Why JLPT does not have speaking part。 ねえ、そうだよね。確かに会話のテストないよね。 JLPT にメール送って聞いてみたらなんかうん、いいんじゃない？どうかな、まあ、結構似た質問が多いし、もう13分話してるので、まあ、次の質問で終わりかな。Is there any easy way to remember sentence structure? これはね、やっぱり、まあ、みんなも今このポッドキャストでリスニングしてくれているけど、リスニングがすごくいいと思う。私も英語いっぱい聞いて、何回も何回もたくさん聞くと、なんとなく少しずつその英語のストラクチャー、構造が頭の中に入ってくる。まだ完璧じゃないけどね。なので簡単な方法はないけど、何回もリスニングでもリーディングでもライティングでも何回もリピートすると自然に頭に入ってきますよね。皆さんも多分入ってると思います。はい、入ってくると思います。じゃあ今日の質問はね、こんな感じですかね。で、まあもっと私のことを知りたいって思ってくれた人はいつも言うけど、まあ、ぜひねパトレオンに入ってサポートしてください。いつも、まあ、プライベートのエピソードで自分のことをよく話してます。1週間に1回、30分くらいです。であとは、ポッドキャストのエピソードの全部のトランスクリプトを作ってます。こんな感じで、振り仮名と英語の意味がワンクリックですぐに分かる便利なトランスクリプトなので、もっと勉強したい人はぜひ使ってみてください。はい、ありがとうございます。今日はね、こんな感じで終わります。いつも聞いてくれて本当にありがとうございます。じゃあまた次のビデオでエピソードで会いましょう。じゃあまたね、バイバイ。